今ホテルに行ってこんな感じなんですけども、天井が広いよね。天井が広い。オラロゼッタです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。ただいまロスカボスに来ております。今ホテルに行ってこんな感じなんですけども、ロスカボスっていうのはどこにあるかっていうと、アメリカのカリフォルニア州のすぐ下にあるバハカリフォルニア州っていうところの最南端にある場所がロスカボスっていうんですけども、ロスカボスっていうのは何で有名かっていうと、メキシコのリゾート地カンクンと同じぐらい有名なのがロスカボスなんですよね。でどっちかっていうとカンクンはファミリーより遊ぶ感じ、ロスカボスっていうのはなんかアメリカのセレブが来る隠れリゾート地みたいな感じらしいです。うわちょっと太陽眩しいので向き変えます。あで私今ここに来て感じてることが、あの天気がねカンクンよりも全然いいですね。カンクンは結構湿気てて日本に近い沖縄に近いあのジメッとした感じなんですけど、ロスカボスは、まあ、バハカリフォルニア州っていう通りカリフォルニアに近いあのロスとかに近いあのカラッとした最高の天気ですね。オーマイガー人が来た。はい、気を取り直してさっき撮影してたら子供たちの集団がうわー入ってきたので、多分アクティビティかなんかの場所変えます。そうなのでロスカボスの方がなんとなくこう静かな感じが今第一印象であります。何よりあの標高が海抜ゼロじゃないですか、海に近いから。私たち今メキシコレオンって場所に住んでて標高 1800m なので、やっぱり標高高いって体に負担が若干あるんだなって思ってますね。気づかないですよ住んでると。だからすごいね楽、体が。で今回ロスカボスに来た理由っていうのが、ちょっとオールインクルーシブのホテルに私たちハマっていて、っていうのも実はハネムーンで私たちカンクン、メキシコカンクンに行ってるんですよ。まあ選んだ理由っていうのが、多分一生に1回しかメキシコ行かないからねっていう理由でカンクン選んだんですけど、ハネムーンで。まさこの今ねあの駐在中っていうね、まあミラクルが起きてるわけなんですけども。でまずオールインクルーシブっていうホテルが何かっていうと、食べるもの、飲み物、あと施設の利用全部宿泊費に込み込みなんですよ。だからホテルにいても別にお財布出さなくても食べたり飲んだりできて、何かしたくてももう込みなんで支払う必要がないんですよ。それがもう快適すぎて、私たちもう旅行でリラックスしたいときはオールインクルーシブを選んでるんですけど、今回泊まってるホテルがパラディススっていうホテルで、あの私知らなかったんですけどメリア系列、世界的に展開しているメリア系列のホテルなんですけど、まあとにかくね清潔感がすごいね、ここのホテル後で紹介するんですが、あとサービスのホスピタリティがかなりいいですね。なんかそういう点も今回紹介していきたいと思います。でホテル選びでオールインクルーシブじゃなくてももちろんよくて、オールインクルーシブが向いてるご家族っていうのは多分よく飲んでお酒をねよく食べる、そういう家族がお得だと思います。あんまり食べない小食でお酒一切飲まないって人はオールインクルーシブを選んでも全然お得感はないと思います。なぜならあの全部込み込みで、飲食代も施設費用も全部込み込みでホテル代に入ってるので、まあ高いっちゃ高いですよ。はい、皆さんどっち派ですか、オールインクルーシブ派ですか、それとも普通の宿泊費用だけ派ですか。これ難しい問題なんですけどね、私たちはもう断然よく食べるしよく飲むのでオールインクルーシブの方がお得です。まあ、今回のホテルに関してはちょっと贅沢して高いホテルに泊まってるので元が取れる感じではないんですけども、とにかく楽しんでいきたいと思います。ちなみにオールインクルーシブを選ぶ上で私たちが意識していることが、食事が美味しいことですね。まずあとお酒のクオリティが安くないことなんですよ。で一回メキシコ駐在中にあのカンクンの普通のオールインクルーシブを選んだことがあって、その時ねちょっと残念だったのがお酒が ものすごい安いお酒が全部置かれてて、しかも食事も普通、ほんと普通のクオリティだったんで、なんかこうオールインクルーシブを選ぶ時にあんまり安いとこを選ぶと、もしかすると安いお酒だけしか飲めないかもしれない。そうすると悪酔いするじゃないですか。で食事もそんな美味しくないのでそんなに食べないしっていうので、
オールインクルーシブやるんだったらある程度ちょっと高い値段を出した方がいいと思います。そうするといいお酒も置いてあるし、食事のクオリティも高いと私たちは思ってるので、実はね、本当はね、ルブランがロスカボスに最近できたので、ルブランっていうね、オールインクルーシブ有名なホテルがあるんですよ。ジーバっていうのも有名なんですけど、カンクンに両方ともあるんですよね。ジーバもルブランもカンクンにあるんですけど、このロスカボスにも最近ルブランができたってことで、私たちそこに来たかったんですが、まさかのね、泊まりたい時全部満室でダメだったので、そのルブランに代わってどこが一番いいかなって探してた時にヒットしたのがパラディシスホテルだったんですよ。なのでちょっと楽しみにしております。でですね、ちなみに私たちがこのホテルを選んだ理由の一番大きかった理由が、ミシュランのシェフがここにレストランを出してるって話だったんですよ。だから実は選んだんですけど、今そこでチェックインした時に、あ、ごめんなさい、そのミシュランのレストランはちょっとコビットの時に閉めちゃって、今新しいルプティっていう新しいレストランに変えてるんですけどもって言われちゃってちょっとショックだったんですけども、他のお食事が美味しいということなので、ちょっと期待していきたいと思います。私たちの予定としては4泊5日なんですけども、レオンから直行便で来たのでいい時間がなくて、早朝便だったんですよね。でホテルに着いたのが朝8時半なんですよ。で本来チェックインって午後3時なんですけども、チェックインをしてホテルの部屋は11時まで開かなかったんですけど、8時半からずっともうこのオールインクルーシブレストランとかバーとか全部もう8時半から使えました。これがね、本当にね、特権だと思うわ、オールインクルーシブの。なんかこう自分が金持ちになった気分というか。はい、それで今回のスケジュールなんですけど、4泊5日で途中にイルカと遊ぶアクティビティとサンセットクルージングに行くので、それ以外はこのホテルでゆっくりしてると思います。ホテルでどんな風に過ごすかっていうのをちょっとまとめていきたいと思うので、ぜひご覧ください。それでは参りましょう、レッツゴー。はい、空港からホテルまでの景色なんですが、もうね、ここはね、メキシコじゃないねアメリカ西海岸だなと思いました。ロサンゼルスとかで、ロスカボスは物価が高いで有名なんですよ。驚いたのが空港からのタクシー、やば、高すぎるんだけど。レオンと全然値段が違う。だって観光地だもん。1500ペソってあなたいくら？ 9000 円？そう、ホテルまで30分ぐらいなのに9000円ぐらいするんですよ。これって日本と一緒じゃんと思って。本来メキシコって30分200ペソ、まあ1200円ぐらいなのに物価高いなって思いましたね。で、今回泊まるホテルの入り口はこんな感じです。パラディシスホテルっていうのはサンホゼとサンルーカスっていう観光地があるんですけども、そこのちょうど中間にあります。もう着きました。なんだこれ、ジャネ？日焼けしそうだな、日焼けしそうだな。これが鍵だって。おお、開いた、開いた、開いた。このブレスレットで開くんですよ。おお、まず天井が広いよね。天井が広い。キングサイズのベッド1個にソファーベッド1個って感じですね。机が多くあっていいな。で、こんな感じでルームサービスが24時間頼めるので、部屋でもね、食事できるような環境が整ってる。いいね。とにかく天井が高い。で、大きい鏡があって、このメニューから24時間何でもお酒でも食事でも何でも頼むことができます。で、次に、このホテルのびっくりするとこはスリッパがついてるとこなんですよね。アメリカのホテルでスリッパついてるとこってほぼないので、で、バスローブもついてるから、まあパジャマもいらない。感じ、まあ、パジャマ持ってきましたけど。で、まあこう引き出し系収納スペースもあって、で、またここに大きな鏡があって、お風呂場です。なんかおしゃれ、バンブーがある。
ハンドソープ、オーガニック、何のメーカーかちょっとわからないな。お水もあって、あれちょっと待って、なんかシャワー2つあるんだけどいる？シャワー2つもいる？どうなってんのこれ。シャワー2つもいるかな、これ。シャワーって2つもいりますかね。私いらないと思うんだけど、さっきあのバゲージボーイに聞いたら、いやもう急いでるから、旅行中は急いでるから、もう家族いっぺんに浴びられるように2つあるんだよとか言ってたんですけど、本当に、いやでも面白すぎるでしょ、もうこれだけで面白いわ、2つシャワーで。ちゃんとドライヤーもついていて、タオルとかも頼めばすぐ持ってきてくれます。で、トイレも普通にあって、で、外に行くと、うおー、あ、外でも飲めんじゃないこれ。あ、でもこれ隣の人の声聞こえんじゃない。うわー、めっちゃ綺麗。これ隣のホテルって感じ。すぐ横がスーパーです。ベランダから見た感じはこんな感じです。なんか至る所に鏡があるから、ちょっと広く見えますね。で、この引き出しにはグラス、うわ、めっちゃおしゃれなグラスじゃんこれ。あ、あといつでも飲める紅茶と、あ、私に必須のコーヒーセット。これホテル内にもあるんですよね、あのこのエスプレッソのお店が。これもインクルードされてるので、お店の料金が。だから下に飲みに行く方がちょっといいかな。で、お水も頼めば何本でも持ってきてもらえます。わー、このお菓子も、頼めば全部補充されてます。というか毎日多分減ってたら補充されるんだと思う。冷蔵庫はこんな感じ。おー、めっちゃビール入ってんじゃん。ビールと炭酸水と、あ、なんかちょっと高級なお水。これすごいね、あのダイエットコーラと普通のコーラ、普通のスプライトとダイエットスプライト、ちゃんとこう区別して入れてくれてるのがいいね。あとちょっとおしゃれなザクロジュースとかね。これ飲みますか。これちなみに何本飲んでも大丈夫です。これがオールインクルーシブのいいとこですね。以上、ルームツアーでした。はい、今ベランダに来て、ちょっとルームサービスのメニュー見てみたいと思います。っていうか、ちょっとベランダスモーキングしちゃいけないのに、すごいマリワナの匂いするけど大丈夫そう？すっごい匂いするけど、誰？誰マリワナ吸ってんの？本当ね、メキシコってマリワナの匂いすごいしますよね。もう合法じゃないのに吸ってるっていうね。まあいいか。じゃあちょっとメニュー見てみたいと思います。なるほどね、朝食メニューとアメリカンブレックファストですね。卵とかオムレツとか、あ、エンチェラーダスもね、メキシコのちゃんとありますね。次のページ、お昼と夜のメニューはサラダとか、パスタとか、あ、これイタリアンメニューですね、基本的に。あとベジタリアン用のメニューもあると。うん、さすが。次、レイトメニュー、サラダとかサンドイッチとかピザとか、 あとケーキ類ね、メキシコ人大好きなケーキ類ね。次は、あ、子供のメニューもあるんですね。コーヒーとか紅茶も頼めるけど、このワインリスト値段が書いてるから、これエキストラチャージなのかな。ちょっと後で聞いてみたいと思います。オールインクルーシブでは基本的にメニューに値段が書いてあったら別料金を支払うっていう意味になります。つまり宿泊費プラスアルファの支払いが発生します。ロゼッタの感覚だと、オールインクルーシブのホテル料金が安ければ安いほど別メニューとか別料金の項目が多い気がします。なので、オールインクルーシブのホテルを選ぶときは、旅行サイトのコメント欄などをよく研究して注意して予約してみてください。せっかくレストランに行っても食べられる食事とか飲み物が少ない、つまり美味しそうなものは別料金みたいなホテルもありますので、ぜひご注意ください。そんな感じで、オールインクルーシブのいいところは、好きな時に好きなものを好きなだけ食べられるっていう、まさにデブになりそうなプランなんですけど、ホテルを出なくてもゆっくりできるとこがいいですよね。いつもこうレストラン行って待って支払って帰ってとか、そういう手間がない。あとお店とかレストラン入っても支払いをせずに値段を気にせずに頼めるっていうのが、オールインクルーシブのちょっと楽しいところではありますね。オールインクルーシブを選ぶときに、その旅程の中でどんなスケジュールなのかっていうのによりますね。
ゆっくりしたいんだったらオールインクルーシブがお得。でもこうアクティビティとかどっか行ったり誰かと会ったりってなるとホテルにいる時間が少ないんだったらオールインクルーシブはちょっともったいないと思います。皆さんどっち派ですかね、オールインクルーシブ派か普通にホテルを取っていいレストランに行く派か、どんな感じですか。私はちょっとオールインクルーシブにハマっちゃっててオールインクルーシブにしてるんですけど皆さんはどうでしょう。はい、ここがエントランスです。こんな感じでタップビールもあります。うわー